年のワールドカップ、レオさん的にどこが優勝すると思いますか？こんなもう大会始まってから内部分裂とかね、主力の怪我とかあるから、こんなところの予想は当たっても外れても何の意味もないですけど、それ踏まえた上で聞いてもらえたから答えると、自分が全財産かけなきゃいけないとしたらドイツかブラジルにします。どこの国も主要国いい選手多いじゃないですか。ただまあ自分の命に近いものを預けるとしたら、信頼できる選手と監督が重要で、特にブラジルとドイツは、ドイツは監督めちゃくちゃ信頼できるし、あとはハバーツ調子戻るかとか、ゴレツカどのぐらい戻ってくるかとか、リュディガー・ズーレでどのぐらいね、ズーレがね、さっき見てたら結構いいパフォーマンスしたわ。で、何よりブラジルは、ティアゴ・シウバいて、マルキーニョスいてとか、ボランチ・カセミロいてとか、センターラインが本当信用できるし、ジェズスもね、より一層いいパフォーマンスするようなアセナになってるから、まあ、ブラジルかな、ブラジル。どれか一つに、うん、全財産かけなきゃいけないんだったら、監督への信頼度とセンターラインの安定でブラジルにしますね。ポルトガルは、監督に修正力がないから、でもそれでもね、別にフランスが優勝したりとか、ポルトガルもね、ユーロ優勝したりとかありますから、それだけじゃないですけど、だから分かんないですよ、そんな結果なんて。ただその時に打たなきゃいけない手だったり、勝利の確率を上げる方法っていうのは確実に存在するから、それを間違わずに打ってくれる監督とか、打ってくれる可能性が高い監督のことを、まあ信頼できるんで、そういう人にじゃないと命なんて預けたくないじゃん。僕は、まあ一番、ね、そこ、全財産預けられるのは、まあブラジルで、そういう話ですね。